こんにちは、飯ーです。まず前回の復習からですね、こっち行きます。前回のね、最後に出てきたグラフ、グラフ表になります。AT グラフと VT グラフと XT グラフのそれぞれグラフの傾きとグラフの面積が何を表しているのか、これが頭の中に入った状態で今日の授業は受けてほしいと思います。はい、では戻りますね。はい。 まあもちろんね、グラフを書いて解くような問題っていうのもありますし、その方が早く解けるっていうこともあるんですけども、式は式として覚えてほしいなっていうのがあります。でも、覚えられるかって言えばね、ただ丸暗記するのが得意な人っていうのは、だいたいね、物理取ってない人の方が多いわけですよ。なので、意味を理解した上で、それで式も覚えるというような、 ことがまあ望ましいかなと思います。ということで、等加速度直線運動の式っていうのを3つ導いていきたいと思います。まずは、加速度のグラフですね。AT グラフ。ここにあるように、等加速度だよっていうふうに書いてあるわけだから、加速度が一定の運動しか考えません。ということで、AT グラフはこんなふうに、等加速度、えー、ちょうど直線のね、横一線のグラフになるわけです。 そうすると、前回もやったように、グラフの面積が何を表しているかっていうと、これが速度の変化分を表しているわけです。ということで、時刻 t における速度 v ってどうやって書けるかっていうと、v は、 初速度といって t イコール0の時に速度がいくつだったかっていうのを初速度というふうに呼んでいます。その初速度を v0 というふうに置いてあげれば元々の速度から速度の変化分を足してあげればいいというふうになるので v イコール v0 プラス at というふうに書くことができます。これが等加速度直線運動の公式一つ目になります。 はい。じゃあ、VT グラフを見てみますね。VT グラフは、これ、グラフの傾きが加速度を表してました。ということで、グラフの傾きが加速度。その加速度が一定。ということは、傾き一定になるので、こんな風に1次関数の形を取ることになります。で、縦軸が V を取っているので、T イコール0の時の速度。これが初速度 V0 を表しています。 そうすると、このグラフについての式を求めなさいって言われたら、これね、数学で y と x を使っている場合にはすぐできるんだけど、v と t になるといきなり、んって思考が停止してしまう人結構多いですね。例えば縦軸が y で、横軸が x だったとすると、直線のグラフって言ったら基本的には y イコール ax プラス b っていう形がありますよね。同じようにして、これもグラフの式を立ててあげれば、 V イコール、これ傾きが加速度なんで、傾きを A って置いてあげれば、V イコール AT プラス V0 と。これが Y イコール AX プラス B の形ですね。そうすると、それが、あ、ちょうどこの丸1の式になってんだなっていうふうにわかります。だから丸1の式は、Y イコール AX プラス B の形をとっているんだ。 とも言えますね。で、本題は、時刻 t における変位 x を求めなさいということで、vt グラフの面積を考えてあげれば、これが変異を表しています。ということで、台形になるので、台形のグラフの面積を求めましょう。そうすると、x イコール、えー、上底が v0 なのはわかりますね。 仮定はって言われてね、意外とパッと出てこないんですよね。ここが V0 で初速の部分で、これが速度の変化分 AT。つまり、あのグラフの面積のところを表しています。ということで、上底が V0。仮定が V0 プラス AT。というふうに求めることができます。上底足す仮定 かける高さが t を表していて、ここですね。これが高さ t です。で、かける2分の1と。これで台形の面積を表しています。ということで、式を整理してあげれば、x イコール v0t プラス2分の 1at 事乗というふうに書くことができます。これが、 等加速度直線運動の公式2つ目になっています。ということで式を丸1、丸2というふうに置きますね。で、等加速度直線運動の公式3つ目はって言われたらこれ。1、2より t を消去してあげれば3が出てきます。ということで消去してみますね。そうすると、1を変形してあげれば t イコール v-v0 を a で割ったもの。というふうになりますね。で、これを丸二に代入します。でそうすると、x イコール、えー、ここですね。v0t。足す、二分の一 a t。 事乗というふうになります。ということで、A が1個ずつ消えます。で、2A で通分します。そうすると、分母が 2A になって、左側の項に関しては2倍するの忘れないようにしてください。2倍の V0V-2 倍の V0 事情で。そしてこっちは V の、V-V0 の事乗なので、 え、プラス V 字乗引く 2VV0、えー、プラス V0 の字乗ですね。はい。こんな感じになります。ということで、え、結局、こ、この部分に関しては消えちゃうわけですね。で、この部分は整理することができます。ということで、これを変形してあげれば、残ったやつね。2AX イコール V 字乗引く V0 字上と。 いうふうに出てきます。まあ普通はこれ左右逆な気がしますけど、まあどっちでもいいでしょう。まあ丸三番の式と。いうことで、等加速度直線運動の公式1、2、3を導くことができました。はい。じゃあ次例題に行きますね。情報だけ書いてあります。V0 が4.0メートル毎秒で、加速度が1.0メートル毎秒毎秒ですよと。 で、t イコール4.0秒の時の v と x を求めなさいと。公式に当てはめていきます。v イコール v0 プラス at。これが一つ目の式でしたね。ということで、v0 はっていうと4.0メートル毎秒。で、加速度はっていうと1メートル毎秒毎秒。そして t はっていうと今4です。えー、4秒。 ということで、4たす1かける4ってなるので、結果8と。いうふうに、出せますね。はい。じゃあ、X はどうかっていうと、同じようにして、X イコール、V0t プラス2分の1、AT 辞書。はい。で、ここに4、4、16。で、ここが1。で、ここが4、c 1 6で、8。ってことですね。 ということで8、8×16 で24。はい。24メートルが答えになります。はい、じゃあ次。今度は x イコール42メートルでの v を求めなさい。これ実はあの t を求めなさいとかね、過去1みたいに t がいくつって書いてあったら t が入ってる式を使わないといけないわけだけど、過去2番は t を求めなさいとも言われてないし、 t コールいくつの時ですよ、も言われてないわけですね。あつまり、t が入ってない方が楽だということです。これ、まあ、よくあるのが、x の式にこれを代入して t を求めて、その t を使って v を求めるっていう人が結構いたりするんですけど、それちょっと、うん、まあ、効率が悪いですよね。だって t 求めろって言われてるわけじゃないんだから、t は出さない方がいいです。ということで、ル3を使った方がいい。なんで、 えー、v 二乗引く V 0二乗イコール 2AX、えー、これに代入してあげると、えー、V に関しては求めたいやつで V 0は4.0でメートル毎秒イコール2かける1.0メートル毎秒毎秒かける、えー、X が42とはいこんな感じになりますね、えー、ということで42かける2で84 それに16足して100というふうになるので、V 事情が100。ということで、V は10メートル毎秒というふうになりますね。まあ、初速が正で、加速度も正なんで、t が負になることはないですから、そうすると、V が負になることももちろんないです。ここプラスマイナス10なんだけども、答えはプラスになります。はい。お疲れ様でした。 えー、授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が重要になってきます。なので手を動かして問題を解いてっていうことで成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。